2007年に竣工したマイタワー。地下3階に新たな三夜ホールが設置された。山のホールは東京都渋谷区代々木に所在するホール。山の美容専門学校の施設の行動教室である。1956年に山の美容専門学校の行動として設置された。立地、設備が良かったため、学内での利用のみならず、テレビ番組の公開録画の会場としても、 利用されていた。プロボクシングの日本タイトルマッチも行われたことがある。このホールにて、ロッテカのアルバム、歌子、ケイスケのおもろい夫婦、金ちゃんのドンとやってみよう。南信介のデコボコ、大学校、初期のお笑いスター誕生。8時だよ。全員集合などの収録が行われていた。平成以降は、費用、安全面の観点から、 テレビ番組の公開収録では使用されていないが、コンサートや演劇公演などで頻繁に利用されている。2004年平成16年4月24日に閉館。その後建物が改築され、2007年にマイタワーが竣工。この地下3階に現在の三夜ホールがオープンした。2009年11月29日にホールにて火災発生。 当日のイベントが中止される。この件で株式会社ハートスから現在の管理会社に変更される。2019年度のミスユニバースジャパン日本大会ファイナルが開催された。ありがとうございます。